皆様おはようございます。お元気でお過ごしでしょうか。さて今回はチャチャチャの交代ロックの仕方を解説いたします。前回だいぶ前に全身ロックの解説をいたしましたが、それに似ている部分はたくさんあります。では頑張ってマスターしましょう。チャンネル登録も何卒よろしくお願い申し上げます。はい、皆様こんにちは。ダンサー内藤でございます。このダンサー内藤のフダレ TV というのはフリーダンスレッスンの略でフダレということで、フダレ TV とね言っております。鼻がかゆい、花粉症で鼻がかゆいで、主にですね、中上級のね、初級と時々ジルバの、初心者用とかね、群馬の初心者用としますが、初心者ももちろん見て楽しめる。でも内容的には、中上級、そして競技選手にも時々対応できる、勝てる技術、そういうのも含めてですね、きちんと踊りたいという、そういう内容でね、中上級者向けにしております。さて、今回は、チャチャチャのロックの、前回前進しましたもんね。前進は、まず8割ぐらいのね、ノリで足を出す。あんまりこう前に行っちゃうと、かけた時にさらに前に行ってしまって止めれませんから、かかとの真上におへそが来るぐらいの8割か9割の乗り方で止めておいて、次にかける時にその、左足の真上に、もしくは右足のボールの上に、ね、重心が来るような感じにしておきます。でかけるときは、大体の目処で、左足のロックであれば、ね、このように、左足のかかとの真横に右足のつま先を90度弱。そして右足、ボールとボール以外のところも90度ぐらい。実際60度ぐらいでもいいんですけどね。この角度ですね。こういうふうにならない。ちなみにスタンダードだとこういうふうですから、こういう、両方とも90度。ね、そして一瞬右足のボールに乗って外す。外すときも外す足を柔らかくチャーチャーアーチャー、ね、反対足であればチャーチャーアーチャーというふうに、これが前進でございました。さあ交代でございます。交代も要するに、このチャーチャー、この2歩目の形ね、クロスした形、これも結局チャーチャと交代の時に作ればいいので、簡単というのは簡単ですね。ではご説明申し上げます。まず最初こういうふうに左から交代する、ね、例えば女性チャーチャーチャーでファンポジションになるというような場合ですね。男性もいくらでもありますね。こうやって例えば2、3チャーチャーチャーね、オープンベーシックとかいろいろありますね。でそういう時の、時ですね。まず左足を右足にこう乗っていて、左足をこういうふうに少し膝を曲げてここにつきます。ですからこれはトライアングルベースつき始めという計測ですね。単語でも何でも足をつくその直前、つき始めは膝を伸ばしてつくね。膝を曲げたままだとこういうふうに変な風になってしまう。ので必ずどのようなステップでも伸ばしてつく、伸ばしてつくという原則にね、ある意味反しますね。だって今膝を曲げると言ってますからね。ただこれはですね、普通にステップするというよりは、要するにロックですから揃えはしませんが、言ってみれば近くに置くので揃えるようなステップですね。ですから例外だと思ってくだされば、例外というよりもその別の部類のね、普通の一歩ではないのでね。ですからこれは膝を曲げてこうつきます。普通の一歩にしてロックしても悪くはありませんけどね、大きいロックになります。なのでこういうふうにしても最初からね、こういうふうにほぼボールとボール以外の部分を垂直か60度ぐらいね、
して、ほとんど靴の向きも垂直にね、このぐらいの、少し膝が離れる程度でグッとつきます。だからロックする場合はこうやって動くしてからロックに変えようと思ってもダメなんだ。当然予定しておかないといけませんが、当然例えば2、3と来てますから、当然次は4エンド1の番であって、ロックをするなら1本目はこれしかありませんもんね。で、2本目はパッとこうつきますね。で、これはテクニック的にはもうボールがいつも床についてますから、ボールフラッグということですが、あまりボールフラッグとしているとチャーチャー下ろす前に動いてしまうことになりますので、まあ、ほとんどそのまま引きずってくるか、もしくはヒールから積むということはありませんけども、ヒールからのつもりでちょうどいいぐらいですね。チャーチャー。で、この時に全身ロックのチャーチャーと同じ形を作ります。これが重要ですね。で、同じ形とは、少し膝がね、こういうふうに少し膝が両方とも曲がっている。で、左足の靴は右足のヒールの大体真横にあって、つま先の向きが90度。異なっている、ね、あの前の足、例えば北を向いていれば後ろの足は東を向いている、あ、違う、西を向いている。ダンスはできても東西南北はうまく言えません。北、南、東、考えなきゃいけない。西ね、それから後ろの足の、ボール以外の部分は60度ぐらいからちょっと弱気、ね、そしてチャーチャーと決まってきておりますので、体重は今右引けじゃなくて左、右ですね。そしたら、そのままパッと置いて、これはだから伸ばしますね。伸ばして、振り始めと一緒。振り始めじゃなくて、突き始め。ね。突き始めですから、ちゃんと膝を伸ばして、ギュッ。ただし、これも交代動きですからね。ルンバの交代動きは微妙に膝を緩めて、ね、という感じがしないでもありませんので、まあ、あまり、ピンと遠くへ伸ばすのは避けた方がいいかもしれませんね。ただルンバが動く、チャチャが動くね、曲げたままだとこんな風になってしまいますからね。だから曲げっぱなしでもないので、まあ、緩やかにこういう感じでね、いきます。では右足からのロックを練習しましょうね。シャー、まあ三角形はできないとは言いましたけど、少し作る感じでいいですよね。あまり最初からくっつけておくと左足が交代できませんよね。ですからチャターンとしてチャチャ、そしてチャ。下手するとこれがですね、こうなってしまいますから注意。時々生徒さんでいらっしゃいますが、チャチャチャ、最初の足はつっかい棒のようにして、かけた時にこの感じが崩れないようにしますね。グッと押さえつけて固めておいて、負けるとこうなってしまいますからね。だから2本目をかけた時に全然ビッビッとも動かないようにします。そして今度はこのままじゃなくてウォークで交代しますね。反対側、チャチャチャ、ね、皆さん一緒にしましょう。カメラがね、映る範囲が少ないけども 3,4 回できるでしょう。ここからいきましょう。右足からいきましょう。一緒にどうぞ。チャ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 、もう一回できるかな。チャチャチャね、はい、男女一緒ですもんね。これはもう一回しましょう。こんな感じにしようかな。これもラストですからね。せーの、チャチャシャ、ね、ボール、ヒールは下ろしません。ね、ヒールを、いわゆるヒールが下りてしまいます。チャ、つっかえを、チャ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 。ね、では今日はここまでです。さよなら。はい、ご視聴誠にありがとうございました。チャチャチャはとっても楽しいダンスなので、協議会などでも、大盛況なダンスですね。スウィートハートとかターキッシュタウエルなど各ステップの解説もしておりますし、
ステップ辞典というので、チャチャチャの足型も全部個別に簡単に解説していますので、そちらもご活用くださいませ。